エバーグリーンプロスタッフの大西健太です。ですね、今回エバーグリーンさんで僕のねジグを作らせてもらいました。まあ、これは名前はグラスリッパーというジグなんですけども、名前の通り、まあ、僕はメインフィールド琵琶湖なんですけども、そのホームの琵琶湖で、まあ、対グラスっていうのに特化したジグです。でも実際のところは、ストラクチャー回避能力がすごい高いジグ、まあ、グラスっていうのがね、まあ、水草なんで基本的にすごい複雑なストラクチャーなんですけど、そういったところもすごいかわせるジグです。で、まあ、ヘッドのバランスとかの形状でアーキーヘッドタイプなんですけども、低重心のウエイトがね低重心なんで、ちょっとフットボールのような要素も使えるんで、まあ、使用頻度としてはカバーをメインに使ってもらいたいんですけど、ボトムで例えばブレイクなぞったりというのも使えるジグです。まあ、これはまあ、普段テキサスとか、しか投げれないような、ちょっとジグやとちょっと引っかかるかなみたいなところでもぜひ投げてもらいたいなと思います。まあ、そのカバーのところでね、やっぱりテキサスよりもジグの方がやっぱでかい魚取れるんで、よりでかい魚を取れる。でフックも大きめのちょっと40っていうサイズつけてて、まあ、結構フックの強さっていうのも強靭なものを使ってるんで、デカバスにも効くんでぜひ使ってください。